はい、どうも皆様こんにちは、ニュージーです。今日も天気がいいね。昨日ね、タイマーをしまして、タイマーするとですね、なんか目がね、涙目になってきます。はい、ですっげえ喉乾く、もうすごい水分欲しくて、タイマー吸った後はね、この症状がね、1時間ぐらいはずっと続きますよね。ただね、なんか理性はまだ働いてるから、その時、だからなんか何、街中出ても何もしませんけど、ただ何かがね、なんか体の中でね、崩壊してるような感覚、何かがこう異常が起きてるっていう感覚はありましたね、昨日。まあ薬物は怖いなっていうのはね、実感したんですけど、あとすごいなんかおかしくなってくる、いろんなことが。別に何もおかしくないけど、すごいなんか笑う、勝手にこうなんか高揚して興奮してなんか笑っちゃう。周りの友達もね、なんかその私の光景を見て笑ってましたけど、大丈夫かみたいな。ただなんかすげえおかしくなる。これね、タイマー吸ってる方わかると思うんですけど、すげえおかしくなる。なんか、だから私もね、だいぶ笑ってましたけどね、何も面白くないのになんか笑ってしまった。ブルブル。でこういうなんかね、口がね乾いてるから、なんか、なんかもうダメ、いろいろっていうのがね、まあ昨日耐えました感想。喉乾くのと、目がすごいうるうるするのと、何かがこう崩壊してるっていう感覚がやっぱ代表的な、私の場合はね、そういう状況でしたね、昨日は。まあこうなるからやっぱり薬物っていうのは恐ろしいですよね。なんかまあなんか分かりますね、する人の気持ちが。なんか非日常だし、その時のなんか興奮っていうか精神状況みたいな、自分の。だからまあ分かりますけどね。まあ日本じゃね、まあ捕まっちゃいますからね。だからなんかね、合法な国、例えばヨーロッパのオランダとかね、オランダのアムステルダムとかね、いいんじゃないですかね、そのタイマーしたい人はね。そんな感じかな。ちょっとね、今でもね、なんかおかしくなってます。なんかおかしい。はい。